僕ら日光猿軍団出張公演行っております。あ、僕の声が聞こえる方はぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。15分くらいの公演でございます、15分くらいの公演でございますので、ぜひぜひ皆様お付き合いください。お手手を下ろして、そうですね、そういうことです、そういうことです。でちょこっとだけ、皆様の前歩かせていただいてご挨拶回りも行っちゃおうかなと思います。やっぱり芸だけじゃなくね、お顔も覚えていただけたらなということで、少しだけ歩かせてもらいますが、近くを通ることがございますが、くれぐれもお手は出さないようお願いいたします。残念ながらね、おさまさん触ることができないのでお気をつけください。よし、はい、ちょっとみんなの周りに来て、お顔だけ、お顔も覚えてもらいましょう。あ、ちょっとね、人によっては身の危険を感じてしまう距離感かと思いますけども。はい、じゃあ、ね、じゃあちょっとここから一回じゃあストップ。はい、みんなせっかくカメラ構えてくれてるから。な。ありがとうございます。もうしっかり撮っちゃってくださいね。ね。また次、皆さんにお会いするのは、もう来年ですからね。ね。我々ですね、日光からやってまいりました。日光猿軍団のお猿さんの名前がレンちゃんでございます。ぜひ覚えてあげてください。あ、15分前後のですね、非常に短いお時間ではございますが、一生懸命頑張ります。最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。レンちゃん、さほど拍手は重要じゃないと思うけど今はとりあえず早くやろうよな。でさあ、それじゃですね、まずはこんな芸から行かせてもらいます。竹馬。さあ、レンちゃんの得意芸でスタートでございます。しっかり盛り上げていきたいと思います。頑張ってよ。受け取ってくれないと何も進まないでしょう、ね、さりげなくかっこよくパシパシで撮るからこんなやってるんだから、いいよ、ほいはたき落とすのやめてもらえませんかね。はい、まあまあいいよ。じゃあ、とりあえずみんなの周りでもらって、はい、でまずはですね、竹馬に乗って皆様の前を歩かせていただきます。さあさあさあ、しっかり歩いて、しっかり。まあ、ちょっとね、比べるお猿さんがいないっていうのが非常に重要な、まあ、残念ですけども、まあ、めちゃめちゃね、この子はうまいです。竹馬ね、この先、まあどっかで猿回しを見ることがあってもね、この子のレベルでこの歩く姿はね、ご覧いただけないんじゃないかなと思うんですね。え、あ、ちょっと1個だけ皆さんね、この子の足に注目してください。竹馬を足で握ってるのが分かってもらえるかなと思うんですね。これ、まあ、他のお猿さんにも共通するんですけど、これ握ることによってまずね、転ぶってことがないわけです、この子たち。余計なことはしなくていいからね。転ぶってことがないわけです。そしてですね、よし、これやろう。もう今日は本当に次の回がいつできるかわからないんでね、もうちょっと一回一回全力でいきましょう。さあ、レンちゃん頼むよ。竹馬に乗ったままハードルを飛び越えていきます。いきましょう。まず一つ、そう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 、ありがとうございます。いや、まだまだこれからですよ。続いて二つ、おい、いいでしょう。さあ、そして三つ、まあ、距離はだいぶありますが、これもしっかり、半端なジャンプです。安全だよ、お前。でかい。今日これだけじゃないんだよね。じゃあもう一個やるよ、もう一個。な。もう一個ね、ちょっと見てもらえたら。あれ、じゃあ頼むよ。でかい。まあ、いろんな猿回しがいる中で、まあ、偶然とはいえ、僕らを見ていただいておりますので、ち
とこの子でしかご覧いただけないちょっと珍しい芸をねお見せしたいと思います。さあそれでは真ん中あたりにご注目でございます。竹馬に乗ったまま、ありがとうございます。竹馬バク転ご覧いただきました。さあそしてですね、よし、じゃあ姉ちゃんちょっと朝一であんまり頭が冴えてないかもしれないけど頼むね。あれやるよ。ちょっとね皆さんに一つお聞きしたいんですが、我々ニコからね来ております、ニコサル軍団ですけども、ニコサル軍団行ったことあるよって人ね、そっちの2人しか上がってないですよ手が、うん、来てないのか。まあまあでもね逆に良かったです、その方が。どうしてもねやっぱり皆さん、まあ、ちょっと遠いからっていうのもあるでしょうし、まあ猿回しって言ってもね、でもただ猿が飛んだり跳ねたりしてるだけなんでしょうなんていうねイメージを持たれてるかもしれません。そういうお客様のイメージを変えてですね、ぜひ日光猿軍団に来ていただこうかなと思ってお見せしたいと思います。さあ何を見せるかというとですね、もうちょっとね、まあ、もうそのお客様もっと近くで、全然今からお見せするのはですね、これは本当近く、遠いから近いからとかっていうことじゃないんですけど、でもこれ近くで見ていただいた方がねより分かってもらえるかなと思うんですけども、実はね皆さんね、日光猿軍団って他の猿回しと違ってですね、いろんなことをねちょっとまあ教えるんですけども、まあそんな中ねちょっと偶然となんですけど、この子実は数字に強いっていうのが分かりまして、はい、今日はね皆さんの前でこの子が掛け算3の段を答えるところをお見せしようかなと。おお、あったけがあんないろんな色のあんな色がいっぱいいるんだね。ワンちゃん大好きなんですけど、秋田家はあんな、ね、あんな色とりどりな、ね、え申し訳見慣れ、お前見慣れちゃってるからあっちの方が俺がいいんだよ、ね、あ、そうあ、じゃあちょっと話が逸れちゃいましたけど、ね、日光猿軍団でもね、本当ちょっとね絵を描ける子がいたりとかね、まあ、このように、まあ、算数ができる子っていうのがいてですね、実際皆さんの前でこの子が掛け算3の段答えるところをお見せしますね。これは皆さんがわーって盛り上がるようなものではないんですけども、こういうお皿さんがいるんだっていうところで興味を持ってもらえたらと思います。さあ姉ちゃん頼むね。どうしようかな、ちょっと俺が問題出すの失敗かな、ちょうどいいところでね、だから学校でもお勉強したよっていう子たちがいるから答えもらっちゃおうか。お姉ちゃん掛け算3の段で1個問題もらってもいい、決まった計算やらないよってところでちょっと3の段で1個いただいてもいいですか。 3×8 なかなかハードルの高いとこ来たねまあ大丈夫なはずです。 3×8 だってよ姉ちゃん、絶対これ2個猿軍団の看板背負ってやるからちょっと頼むね、間違いないよね。 3×8 なんていくつ、24ですか今ので2個猿軍団行ってみようかなって思った人誰も手挙げない、なんとか皆さんに楽しんでもらおうと思います失笑って感じでしたね、すいませんでした。やっぱりねちょっと道具を使った芸ばっかりだとね皆さんが見てて疲れるかなと思って、すいません箸休め程度にアホなネタやらせてもらいました。もうじゃあねじゃあもうやっぱお客さんはね、いやーやっぱ猿回しはこういう芸だよってとこでねやっぱあるんだよ、もう見せるしかない。じゃあ行きましょう、もうそんなお客様だったらねもうとことん
すごい芸ばっかりをね、ちょっと行こうかなと思います。でもこれ、飛び込み前転、これ赤いバーをね、飛び越え前転で、まあ、着地をするんですが、一つだけルールがあります。このバーは絶対に落とさない。万が一落としてしまった場合はそこで、ね、終了となってしまいます。まあ、この落としちゃいけないという緊張感がね、まあ、皆さんに伝わればいいなと思います。よし、じゃあ頼むよ。もうお客さんこういう芸の方がいいみたいだから、はい、じゃあおいで、レン、レンおいで、まず助走取っちゃう、こっちおいで、レン、レン、このおいで、お客さんこういう芸がいいんだって、早く感じ悪いやめて、感じ、なんで泣かれてもお前、お前明らかに感じ悪いことじゃん、見てな、触るんじゃないってやったじゃん今。でいいで、お前が来ないから、ほら、うん、ほら、もうどんどん倒れちゃったじゃん今。いやいや、もういいか、お前がみんな待ってんだよ、やだやだ言ってんじゃない、本当にもうダメね。ちゃんとお客さんのニーズに合わせたことをやっていかないとさ、な、ちゃんとやるよ。すいませんでした。もうここからちょっと悪ふざけなしだって言ったんだから、ちゃんとやろうよ。いい？ちょっとだけ待ってくださいね。で、とにかくこのバーだよ。このバー落としたら終わりだから気をつけてよ。え？1段目からご覧ください。終了です。どうもありがとうございました。全然合わせてねえじゃねえかよ。もう行くよ、ほら。すいません。うっさー、お待たせしました。じゃあここからですよ、ここからはちゃんとやりますよ。まず1段目、そう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 、ありがとうございます。ほら、やっぱりちゃんとやった方がね、お客さんもね反応してくれるからさ。で、いきますよ。じゃあ今度2段目ね、身長と同じ高さ、あー、これもしっかり、よーし、いいでしょう。さあ、そしていよいよ3段目、身長の上、さあ、そりゃこれをしっかり飛び越え、前転が決まれば最後の芸に突入でございます。成功したら大きな拍手お願いします。よいしょー、いいでしょう、ありがとうございました。あ、よしよしよし、あーで、じゃあレンちゃん、ちょっと最後のゲームをそんな感じでバシッと決めましょうよ、ね、最後はですね、もう一つ、竹馬をご覧いただこうかなと思います。さっきの竹馬じゃないんですよ、そうね、今度はね、これ、そんなに反応薄いですかね。さっきの、いや、さっきの竹馬これですよ、ほら。いやいや、で、後ろにまあ多少見えてたとはいえ、出した時にとかなんか。あ、じゃあやめようかな、これ。お客さんの反応に合わせて僕らね、道具とか芸変えてるんで。頑張って。はい、まあまあ頑張ります。お兄さん頑張って。頑張りますよ。こういうお客さんだからこれぐらいでいいかな。こっちの竹山にしましょう。ね、お客様の反応薄いときはこっちをやるようにしてます。そこまでないでしょうか。やりますよ。ね。さあ、この切った竹山でね、皆様の前を歩いていきます。竹山の高乗りという芸なんですが、と一つだけね、ちょっと皆さん注目していただきたいんですが、立てるところ。立てるところからレン君が一人で行いますので、ね、そこにもご注目いただきたいなと思います。さあ、それでは、じゃあちょっとこれ最後のゲーだからあんまり恥ずかしいことしないんだよ、はい、立て、立つ、立つ、余計なことしなくていいからね。それでは、立てるところからです。ご覧ください、竹山の高乗りでございます。いってらっしゃい。そう、さあ、ここからゆっくりと登っていきます。
になりました。あ、しっかり歩いてよ。大きさが大きさなんでふらついちゃうところもございますけども、あ、それはそれで難しいんだなってのは分かってもらえてるかと思います。あ、気をつけてよ、気をつかないように気をつけて、降りるところだけお手伝いさせてもらっちゃいますね。気をつけてよ。よし、ここまで上がる。よし、はい、ありがとうございます。竹山の高野にご覧いただきました。はい、というわけでお楽しみいただけましたでしょうか、ね、途中からご覧いただいている方もいらっしゃいますが、以上で僕らの芸終了でございます。最後になりましたが、皆様へ一つだけですねお願いがございます。我々ですね、皆様の前で楽しくお仕事をさせていただいておりますが、それもそれで皆様の温かいご声援、そしてご理解のあるご祝儀のおかげでございます。前を貸していただきましたなる、こちらにですね、皆様レッ君の頑張りをですねご評価いただけたらと思います。よろしくお願いします。それとですね、もう一個だけ、僕らの芸をご覧いただいた記念になればなと思って持ってきたんですが、ポストカードプレゼントしております。日光ソル軍団いろんなコンビがいるんで、それぞれがね配らせていただいておりますが、ちょっとあいにくこれは枚数がねちょっと限られてまして大変申し訳ございませんが、こちらに関してだけは500円以上ね入れてくださった方限定ということでお配りさせていただいております。ご了承ください。まあ、記念になればと思ってるんで、ぜひね皆様よろしくお願いします。ちょっとだけお時間いただきまして、皆様れんちゃんのご評価よろしくお願いいたします。ちょっと相方まさに、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。